明けましておめでとうございます。今年も始まりました、多摩探検隊キャスターの増田です。今回は高畑不動産からお送りいたします。新年最初の多摩探検隊は、大切な人に感謝の思いを伝えるありがとうと、女子大生が挑戦した多摩での滝修行レポートの2本をお届けします。まずは多摩探検隊おなじみのありがとうです。どうぞご覧ください。ママありがとう。大好きな息子へ、いつも一人で頑張っているけど、私の方も頑張って仕事をやって行きますので、お互いに元気でやっていこうと思っています。いつもありがとうございます。昨日遊びに来たかなこと桃子です。もう大好きな大好きな孫2人なんです。昨日はお風呂に入って楽しくプールのように遊びました。大好きな2人にありがとう。1年前に亡くなった文子おばあちゃん、もっともっと楽しい思い出をみんなで作りたかったです。大好きです。ありがとう。ありがとう。心温まる VTR でしたね。皆さんも新しい年のスタートに大切な人にありがとうを伝えてみてはいかがでしょうか。さて次の VTR は女子大生が挑戦した多摩での滝修行です。レポーターに聞いたところかなりハードな撮影だったようです。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。自分の身を清めたり、何かを祈願するために打たれたりと、様々な効果を持つ滝修行。そんな滝修行が多摩でできることを知っていますか？こんにちは、リポーターの平沢です。私は今日滝修行に挑戦すべく高尾山にやってきました。一体どんな体験ができるのでしょうか。それでは早速行ってきます。今回お世話になるのは高尾山薬王院茶滝水行道場です。ケーブルカー高尾山駅から山中を下ること約20分。こちらでしょうか。行ってみましょう。こちらが茶滝水行道場、多摩で滝修行ができる数少ない場所です。まずは道場の主幹である深田さんにお話を伺いました。滝修行にはどのような方がいらっしゃるんですか？日本全国から、最近ですと若い方から、年配の方まで、多くの方がいらしております。その蛇滝に浴びて効果っていうのは何かあるんですか？効果は人それぞれでございますけど、無心に入った後ですね、清らかな心が得られると、思っております。そのちなみにダイエット効果とかあるんですか？効果はどうでしょうか。私には分かりませんけど、心につながれば効果があるとは思うんではないでしょうか。分かりました。ありがとうございます。蛇滝は今から300年ほど前に道場として整えられ、戦前から一般の人たちに開放されています。修行を終えた方にお話を伺いました。今日はなぜ体験しようと思ったんですか？やっぱ日頃なんか小さなことで悩んだりしちゃうんで、厳しい修行を受ければなんか変わるかなと思ったんですけど。今入滝しての感想をお願いします。そう、入滝してる時はもう本当に無我夢中という感じでなんか終わってみて結構すがすがしい感じがします。若干なんかもうすっきりした感じがします。滝修行には
日頃の悩みを克服したり、心身をリフレッシュさせる効果もあるんですね。私は竹修行で多摩探検隊をご覧の皆さんのご健康を祈願することにしました。お待たせしました。こちらが修行リュックです。行衣という修行着に着替えたら入滝前の作法を行います。これで準備完了。いよいよ滝場に向かいます。こちらが蛇滝です。その名前の由来にはいくつか説がありますが、その昔漁師に撃たれた白蛇が今にも殺されそうになった時、通りかかった修行僧に助けられ、白蛇はそのお礼として滝修行の場を探していた修行僧を滝の場所まで案内し、そこが蛇滝と呼ばれるようになったのだそうです。いよいよ入滝です。それでは行ってきます。ここでは滝がご本尊です。滝に入ることでご本尊と自分が一体になることができます。すごい迫力でした。すごい背骨が痛くて途中怖かったんですけど、とてもすっきりしました。多摩での滝修行、とてもいい経験になりました。蛇滝水行道場では一年中滝修行をすることができます。いかがでしたか？滝に打たれるのはとても痛そうでしたね。でも修行を終えた後はとってもすっきりしているようでした。今回レポーターは滝修行で多摩探検隊をご覧の皆さんのご健康を祈願していましたが、私はこちらで皆さんにとって新年がいい年になるように祈願したいと思います。キャラクターもなかなかうまく描けました。番組もそろそろお別れの時間です。本年も多摩探検隊をよろしくお願いいたします。次回の多摩探検隊もお楽しみに。バイバーイ。